これは6月の生き物ですが何でしょうか。実はカタツムリです。はい、ではお願いします。はい、今日も分配の法則をしていきたいと思います。まずはいつも通り波線で引きます。こういう感じで。それから波線の中に同じものは四角かけるです。でもちょっとこれなら四角の位置がちょっと分かりにつらいので、こういう式にしましょう。四角かける3足す四角かける12にしましょう。なるほど。これをひっくり返したわけですよね。はい、そうです。そうすると分かりやすいですね。確かにね。はい、そうです。ここのイコールはいらないんじゃないかな。 あってもいいけどなくてもいいんじゃないかな、うん、はい、ありがとう。はい、どうぞ。はい、それからこれで分配の法則が見えてきますね。はい、そうです、はい、はい、じゃあお願いします。それからさっきみたいに、うん、こうやって波線を引いて、はい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 、それで同じところは四角が切れです、はい、っていうことは 前と同じように四角が切る括弧3足す12をしたら分かりやすいです。そうしたら240です。はい。でそれから12足す3をして15です、はい。じゃあ一回下に書いちゃいましょう。はい、そうですね、はい、それから四角かける、四角かける、四角かける15は240です。はい、それから四角を、そうなると見えてきましたね。はい、はい、そうなると、はい、そうなるとも、はい、240÷15 は16になりました。はい、はい、答えが出ました。素晴らしいです。はい、はい、ではチャンネル登録お願いします。はい、チャンネル登録お願いします。